菊池農運は菊池氏の第二十二代当主、第二十一代当主、菊池重友の子。官位は十五位下、肥後守る。肥後守護。文明二年、父、重友の死去により十二歳のブーンが家督を継ぐ。若年のブーンをあなり相良氏と結託した熊部氏や、一族である宇ど田目光が反乱を起こしたが、ブーンは各地の国人の支援を得て、 奮闘しこれを制圧した。しかし、家中の動揺と離反は続き、宇どためみつに内通を図る者まで現れた。身の危険を感じた分は、ワイフ城を離れ、玉名軍に入った。明王八年三月にも下がらため続くを、八代城に攻め、ため続くを撃破し、八代を奪回している。分岐元年、王子、宇どためみつが再度反旗を翻し、 ブーンルス中のワイフ城を攻撃し陥落させた。ブーンは、日後、畜後の兵をもって、ワイフ城に迫り、同年5月、玉城寺原において、ウッド勢と激突した。菊池方は奮戦するが戦況は不利で、菊池重康や黒北メノリらの将が討ち死に、数百人が戦死する大敗北を喫してしまう。なんとか玉名まで逃れたブーンは、有馬氏を頼った。ありまに、 庇護されている頃に、名が、不運につながるという理由で、菊池氏の通技、部の字を捨て、農運に改名したと言われている。文紀三年、有馬氏らの支援と、元は、ためみつ方であった、相良町子との協力を取り付けた、農運は、兵を率いて、玉名に上陸。この方に接した、ためみつも、兵を率いて、高瀬に向かい農連と対決した。激戦の末、菊池運は、 勝利を収め、元凶であるためみつを撃つべく、宇都城に逃れたためみつを追撃。宇都ためみつは牢城戦の後、逃亡し、畜後で捕らえられ、殺害されたとも、自害したとも言われる。農運は、熊部城に外戦し、ためみつ派の残党を討伐するなどしたが、高瀬の戦いでの傷が悪化。英正元年2月15日に23歳で死去した。前述の合戦で戦死した。 菊池重康の維持である正隆が養子となり、後を継いだ。正闘菊池上最後の城主。方号は、実相院義天明綱。熊本県の菊池神社には、農運の肖像画とされる、憲本着色伝、菊池農運像が所蔵されている。菊池農運は、宇ど田めつの無本で、日号を追われた際に、家族を、弟、重房に預け、日向国メラダニに逃亡した。 農運の子はメラで成長したが高難を恐れ、菊地政を隠し、メラ氏月具と称し、メラに到着した。その後、メラの領主として、伊藤氏や相良氏と結び、島津氏と争うなど、勇猛かつ勢略にも長けた、地方豪族として、勢力を拡大し、江戸時代以後も子孫は、代々大名並みの扱いを受け幕末に至った。明治維新後、菊地武臣の代に男爵を授けられ、 家族に列している。大名としては滅亡した名門菊池市ではあるが、その流れを現代に伝えている。ありがとうございます。